まずは公益財団法人、東京交響楽団専務理事、楽団長の大野淳次よりご挨拶をさせていただき、引き続き大野より、次期音楽監督を発表させていただきますえ皆さん、今日は本当にあのたくさんの皆さんが集まっていただきまして、大変ありがとうございます。 えー、私も東京高級団ですね。あの六66周年を迎えまして、えー、皆さんご存知のようにミューザ川崎が今使えない状況で2年が経っておりますけども自期はどうなるかと。 下向いてばっかりいられないという思いもありましたが、えー、2ヶ月前にですね、主席指揮者としてウルバンスキーさんをご紹介いただきましてさせていただきまして先月は新しい理事長として澤田さんをご紹介させていただきましたでこの第3弾としてです、ね、音楽監督を今日ご紹介できることを大変嬉しく思っております、えー、かねてからゆうべるすね、が、えー、私に23年前ですかね、えー、音楽監督は10年以上やらないぞと。 言われまして突如と言われまして23年前ってももう皆さんこの業界はもう動いているもんですからさて次をどうしたものかということを考えておりました、えー、私が3年この9月で3年満3年10月から4年目の音楽、えー 楽団長として就任しまして4年目になるんですけどもその3年間を次の音楽監督をとにかく探さなきゃいけないということで、えー、いろんな方と共有させていただきましたその中で、えー、やはりあの一度もやったことない一緒に演奏したことない指揮者と音楽監督というわけにもいきませんので過去いろいろな方をお招き,お招きしまして、えー、新しい方も若い方もいろんな方を 一時期の音楽監督候補とししてて、えー、緒に共演させていたただきましたその中で一つはやはり UBL スターがですね、えー、皆さんご存知のように2007年からハイドンをテーマにした年代を追った順番に、えー、作曲家に、えー、焦点を合わせて紹介させていただいたんですけども基礎から徹底的に東京交響楽団を鍛え上げていただきました、えー、その中で、えー、昨年はシェンベルグ今年はマーラーのおー歌物ということを紹介させていただいているんですけど 同じような指揮者また一からやるっていうのはまた学院も混乱を招くだろうとそういうふうに思いまして、えー、ユベルさん氏が10年かけて、えー、培ったものをこう花開かせていただくというか自由に、えー、表現していただく指揮者ということで、えー、考えておりましたで昨年、えー、共演させていただいた指揮者なんですけどもお学院お客様 私事務局ももうこの人しかいないということでピンときました何がそうさせたかっていうのは今この口では言えないんですけども学院の演奏をしている表情音楽性もちろんですねあとお客様の反応もそうですで私も彼に会った時に「わすごい」となんかピンとくるものがありまして是非次の音楽監督 に就任していきたいということで説得いたしましたその辺のあの苦労話は後で辻の方から紹介させていただきますけどもまずはあ長く引っ張って終わりますのでではご紹介いたしますよろしいですかあマイスローマエスタロー乗算ノットです 配布させていただいております、えー、順にあの配布させていただきますので資料をご覧になりつつあのお願いいたします、えー、その配布させていただいている間にまずはジョナサンノット東京公共楽団次期音楽監督就任にあたりましてその経緯などを音楽監督担当営業本部本部長フランチャイズ事業本部本部長の辻勤むよりお話をさせていただきます 今、ごご紹介されまました辻でございます、えー、今楽団長からもありましたが、えー、スダン氏の契約はトータル10年で、まあ、5年の契約で、その後、5年の延長をしたという形なんですが、えー、5年目の延長をした際に、もう10年やったら、自分はどんなに関係が良くても辞めるんだということを、えー、言われておりました。えー まあ実質的には、えー、彼のそのスダン氏の、まあ、契約の終わる2年ぐらい前までには決めなきゃいけないんだろうということで、えー、まあ猶予はそんなにたくさんはなかったんですけども、えーまあ、世界の指揮者の中から我々に最も合う指揮者の人 探さななきゃいけないといけととうことで、まあ、一生懸命やってきました、えー、一方でスダン氏の,、まあそのプランによって、えー、時代の順に作曲家を取り上げてきたんですが2011年がシェーンベルグを集中的に取り上げようということになってまして、えー、最初にその話が出たのは2009年10年ぐらいだったんですがもうこれは ノット氏を外すことは考えられないと思いましてえ必要に迫りましてえイギリスのマネジメントほか頑張って交渉しましたえまあ現代音楽が得意だろうということもあってのことなんですがシェーンベルグには彼は欠かせない存在になるだろうということで頑張って読みましたまあ実際 決め手になったのはいくつか要因があるんですがやっぱり一番最初に我々が大事に思いたいのはその演奏家オーケストラのメンバー自体がどう思うかということなんですけども去年の10月に共演した際にまあお客さんの反応も素晴らしかったんですがブラボーが絶えない中でオーケストラもまあ5回ぐらいカーテンコールすると大体コンサートマスターがお辞儀してみんなはけちゃうんですが。 えもうコンサートマスター以下あーオーケストラのメンバーがステージから下がってこないもういつまでたってもカーテンコールで何度もマエストロを呼び出してましたで一方でまあ演奏会が終わってマエストロと食事に行っていたんですが、えー、私の携帯にまあ電話やメールが殺到しましてそれはメンバーだったりオーケストラの事務局だったりまあバックステージの 担当の人間だったりしたんですが非常に多くの方から、えー、連絡をいただいて、まあ、また呼んでほしいとか、えー、監督としてぜひ考えようじゃないかとかいった内容がとてもたくさんありましたやっぱりその次に決め手になったのはあーマエストロのやっぱりレパートリーそのものだと思うんですね。 まあ今も申し上げましたようにスダーンの時代に、えーまあ、シェーンベルグマーラーの歌曲ぐらいまで来たんですがまだやれてない曲もたくさんあるとでそういうのを、まあ、スダーン氏と一緒にやれなかったレパートリーを新しく作っていくときにやっぱり、えー、ジョナサン・ノット氏の広いレパートリーが非常に役に立つと。それから一方で まあ、実はスダン氏が得意としているシューベルトハイドンブルックナーっといったあたりも実はノット氏の大事な得意なレパートリーでもあります。でその幅広いレパートリーがあるんでプログラミング自体が非常に面白いんですね。だからスダン氏と同じような曲目を取り上げる時でも全く違った角度からプログラミングを組んでやっていけるんではないかというふうに思っています。 その意味では、スダン氏の後を引き継いでやっていただくには、もう格好の方だと、えー、信じてます。えーまあ、交渉には半年以上の時間がかかりましたけれども、えーまあ、今回、えー、の年をここにお迎えすることができて、まあ、学団員一同、本当に喜んでおります。えー、そんなとところですかねありがとうございました それでは東京交響楽団次期音楽監督ジョナサン・ノットよりご挨拶をさせていただきます通訳は井上友香子さんですああ、there we go. So very nice to be here. Thank you very much.I each time in the last few days I wondered what to say to you.

このように、えー、と皆様にこうお会いしてから話すこと何を話すべきかということをここ数日間ずっと考えておりましたというのはわた私たちみんながここにいるあのそのこと自体が非常に特別なことだと思ったからです。 And the very first experience I had after lots of searching was then to come and uh, conduct the Tokyo Symphony Orchestra. And I was under the impression that the one thing I could rely on in life, in the universe, was the power of, of music. So I uh, came to meet this orchestra for the first time. I had no idea that they were uh, looking for a chief conductor, and we made music together. And I was extraordinarily surprised that this was the result after these five days together. So, and it was a sort of um, a confirmation for me that actually this was a wonderful new journey. 昨年はですね、あのいろいろなことが私の人生に起きましてあのこれはやはり年を取ってきたということもあるのかもしれませんけれども自分に。あの。 問わななけければいけないことがたたくさんありましたそしてそのいろいろ悩んだ末にあの私が最初に経験したことがこの東京に来て東京公共楽団を指揮をすることだったのですでその時にあの私が受けた印象というのはやはりこの人生そしてこの宇宙の中でやはり音楽の力は絶対だなということでありましたもちろんこの交響楽団を指揮するのは初めてだったのですけれどもあのそしてまたこのあのオーケストラが音楽監督を探してい となどということは全く存じ上げておりませんでしたし,しかし5日間このオーケストラと音楽づくりをあのいたしましてそしてその結果というのが今日のここに至っているわけでありますやはり私はあのこの音楽がいかにあの素晴らしいかそしてまたこの新しい旅に出かけるのにぴったりのタイミングではないかと考えたのですそういった音楽を作ったそして Uh, I was clear that we need to go on this this journey, which, like all good journeys, has um, is an adventure because there's uh, uh, we don 't know where we 're going, and this element of of risk is something which uh, I think is an essential part of music making, and so it seemed as though for me. Uh, the stars were in the right right place, and that this was a journey that was going to be terribly important for me. Uh, this is the ninth time i've been to Japan. the first time was in two thousand and four with my other orchestra, Bamberger Symphonica, and I have since two thousand and four been here regularly and enjoyed not only the making music with uh, so far two of your orchestras, nhk and tokyo symphony, but also to see what it feels like to make music with a, a japanese audience, which is quite special. そして私たちは一緒に音楽を奏でました。そして私はやはりみんなでこの音楽の旅に出るべきだと強く感じました。そしていい旅というものは必ず冒険であります。 その最終結果がどこか分からず歩き始めるものであります。そしてそういう冒険、そのリスクの要素というものは、やはりいい音楽作りにとっては不可欠だと私は思っています。そして私が今日ここにいるということは、やはりその運命のこの星の並びが良かったのではないかなと思っております。今回が私の9回目の来日になります。初来日は2004年、バンブルグ公共楽団の とともに参りました。それからは定期的に日本を訪れており、日本のオーケストラでいうと、NHK 東京交響楽団の指揮をさせていただいております。その経験も素晴らしかったのですけれども、やはり日本の調子の皆様と一緒に音楽を分かち合えるということは、本当に格別な経験だと感じました。 And there are many answers sometimes it's to beat time. sometimes it's to uh, to train to uh, make sure that everybody is concentrating on playing in tune or making sure their balls are moving with intensity or uh, it's often to Encourage musicians to listen to each other more than to themselves. Sometimes it's to uh, be to, to inspire, but to uh, to discover together new things. But I think the most important thing as a conductor is to allow and encourage a group of musicians to take risk to go places where they wouldn't go without this person this other person this conductor and if they take this risk it means that we have a chance of discovering completely new things that we can say with this the power of music 私はよく指揮者の役割は何だろうかと自分に問います、そして多分その言葉あの答えはたくさんあると思います、それは性格のリズムを築くこと、そしてまたみんなの音程が合っているか、ボーイングの力強さは足りているか、そしてまた音楽家たちにお互いの音楽を聴くように、自分だけではなくて人の音楽も聴くようにする、そういうようなトレーニングの要素もあります。そしてまた 音楽家たちにこのインスピレーションを与え、そしてまた新しいものを一緒に発見していく、そういう部分があります。しかし、この指揮者という職業、最も重要なのは、やはりこの音楽家たちが、その指揮者という人間がいなければ、絶対にしてみない、このリスクを取ってみる。 ととととといいいいいいうううううここここををををあののののの許すすででではははないでししし、ょうか。やはりそそううリスクを取ってこそ我々は新しいものを発見できますしこの音楽の力を感じられるのだと思います So, I'm very, very happy to become a part of Japanese musical life. I'm very, very happy to be the new chief conductor of the Tokyo Symphony Orchestra. And I'm very happy that. Neither the orchestra nor I really know where we 're going, and that 's part of the great fun of uh, of making music it, You could say this is a, a risk that neither one of, either, neither of us know whether we should be doing, but I have to say that the last time this happened to me was with bamberg, and it was exactly the same thing after one concert we decided that we were going to um, Go on a musical journey together, and um, 12 years on from that decision, I'm still with that particular orchestra. So I wish us, me, and the Tokyo Symphony Orchestra, a very great uh, success and a fantastically happy time together. Thank you very much. I'm very happy to be part of そしてやはりこの指揮者というあの職業柄、あのー、音楽監督にもなり,やはりオーケストラと一緒に旅に出るわけなのですけれどもこの旅がどこに続いているかそれは私も分かりませんしかしそれを考えているだけでも楽しいじゃないですかそしてこのリスクがあるそ、あのー、このリスクをとって何をするのか、あのー、考えてみますと私が最後にこういうようなリスクを感じ 行動を取ったのがバンベルグ公共楽団でありました。1回共演しただけでやはりこのオーケストラと一緒に音楽の旅に出ようと決めました。それからもう12年が経ちましたけれども、まだその同オーケストラとは旅を続けております。なので私は東京公共楽団の皆様とこれから良い旅に出てみんなで楽しい時を過ごせればと思っております。ありがとうございます。 ありがとうございます。それでは続きまして、ジョナサン・ノットの出身の国であるイギリス、ブリティッシュカウンシル中日代表のジェフ・ストリーター様よりメッセージを頂戴いたします。お願いいたします。みなさんこんにちは。Um, my name is Jeff Streeter and I have the h o n o r to be the director of the British Council here in Japan. and i think i've been asked to say a few words from an official and a british perspective i have to say i feel like i am um, saying some words at a wedding between two uh, very distinguished partners 皆様こんにちは、私はブリティッシュカウンセル中日代表のジェフ・スリータと申します。あの私は今日は、正式な場所として、ここにご挨拶に伺っているわけなのです。けれども基本的には、何か素晴らしいカップルが生まれる結婚式でのスピーチをするような感じです。So なので、まず最初に私は2014年から東京公共楽団の音楽監督に就任いたします。ジョナサン・ノットにあの心からお祝いを申し上げたいとともに、やはり、オーケストラの皆様には、最も素晴らしい選択をされた、congratulations とお伝えしたいと思います。 And I, I know uh, that, um, in many ways, they, they already bring a huge amount to this partnership. But I'm sure that uh, Jonathan uh, will, as, he's, as you talked about taking people on that journey, will, will bring something very special and very different to thrill the audiences here in Japan. 私自身音楽愛好家でありまして、もうすでに東京に移りまして1年になりますけれども、この都市でのこの音楽レベルの高さというのはよく存じ上げております。そしてもちろんその中で東京交響楽団も随一のオーケストラでありますけれども、このパートナーシップの中で、やはりこのオーケストラも大きい役割を果たすと思います。しかし先ほどの,あのノットさんの,あの旅の話ではないですけれども、やはり彼が就任いたしましたら、皆様には今までとも違う旅を When we welcome British orchestras and other British musicians to uh, uh, Tokyo, to Japan, they often talk about the wonderful impact of the audience reaction, the, the warmth and the, the knowledge and the sophistication of audiences here. So I'm delighted to hear today that it's partly through audience power, the power of the audience, that Jonathan is here with us today. 私たちはよく東京にイギリスからオーケストラを迎えることがありますその時にみんな音楽家が口にするのはこの日本の聴衆の皆様の素晴らしさでありますその温かさそしてまたその,あの知性の高さなどなどですありますけれども今日はここに来ましてこのジョナサン・ノットが音楽監督に就任した一番大きな要因がこの聴衆の皆様の力であるそれが確認できて本当に嬉しく思っております。 ですから私はこの旅あの、ジョナサン・ノットとオーケストラが旅に出ますけれども、それが日本の調子の皆様に大きな喜びをもたらすということは確信ができました。 Now, if I may sort of look at it from an official perspective for, the, for a moment, the UK and Japan enjoy a very warm, a very a broad, a very vibrant cultural relationship. That's been the case for many years. And uh, my impression is it's getting better and more vibrant day by day and year by year. そして正式な立場から言わせていただきますと我々英国と日本と日本とは長年にわたりまして温かくそして生き生きとしたとを構築してまいりましたそして年を重ねるごとにそと関係というとのがより内容の濃いものになってきていると思っといます日本と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 日 Here and British musicians are having, I think, progressively more impact here in Japan. And we're delighted to see this, particularly in a very special year for us in the UK in terms of classical music. We're about to celebrate Benjamin Britten, our preeminent 20th century composer's uh, 100th anniversary. And so this is a very special time for British music and British musicians around the world. もちろん英国の芸術の中でクラシック音楽というのは他の分野と比べますとそれほど有名ではないかもしれません。ですけれども近年におきましてはこのイギリスの芸術家そしていろいろなアーティストも有名になってきております。それは喜ばししいことでありまして特に来年20年2014 イギリスの誇るあの、ベンジャミンブリ b r i t a のベンジャミンブリッテンの、生誕100周年記念がございます。なので、これでイギリスの音楽イギリスの音楽家を皆様によりよく知っていただければと思っています。Now、uh,、Jonathan has spent much of his professional career In other parts of Europe outside the UK. So it remains to be seen whether he will bring British music or music from other parts of Europe and indeed the rest of the world to, to the collaboration with the uh, Tokyo Symphony Orchestra. But I'm sure that whatever he does and whatever they do together uh, will be fantastic. And I hope it will um, not only delight the uh, audiences here, um, but also, in a, in a way, bring uh, the UK and Japan ever closer together in terms of our cultural cooperation. そして実際にノット氏が近年では英国外で仕事が多かったですけれども彼がそのイギリス音楽をいかに日本に持ち込んでくださるかそれはちょっと私もまだ聞いておりませんけれどもやはりこのコラボレーションというものは日本の皆様にとって素晴らしいものになるのではないでしょうかそしてまたイギリスと日本の,この絆というものをより深めてもらえるのではないかと思っています。 なので東京公共楽団の皆様そしてジョナサン・ノットさんあのこの素晴らしいカップルの誕生おめでとうございますありがとうございますそれでは引き続き皆様からのご質問を受けいたします 恐れ入りますがご質問の際には最初に御社名とお名前をお願いいたします、えー、それではご質問のある方挙手をお願いいたしますただいまマイクを持って伺いますいかがでしょうか少々お待ちください、えー、産経新聞モーストリークラシックの山口と申しますえっと えっと過去に一度共演されてですね、あのこのオーケストラのあの個性というものはどのあたりにあの感じられたかと、それから音楽監督になるにあたってですね、この先あのこのオーケストラに求めていきたいもの、音楽的に求めていきたいものなどがありましたらお,お聞かせください。Well, it's a little difficult to answer that question after five days together, but I think we have a similar sense of humor, actually. Um, but what I was most impressed about, about by this orchestra was its willingness to go uh, in the direction that I was hoping to make music. Personally, I have, I start, I wanted to be a singer. And not only wanted to be a singer, but my first experiences were as a singer as a small boy in a cathedral so the idea of music and spirituality has been something since i was seven what this means is that there's a, a style a type of making music which is my taste and i think you have to be true as a musician to yourself after a while and I felt that this orchestra was spontaneously able to follow this type of music making, which should sound beautiful, beautiful sound. It should say something, always say something to an audience, and it must be flexible, it must flow. まだ一緒に共演をさせていただいてたったの5日なのでなかなか難しい質問なんですけれども私の最初の印象としましてはユーモアのセンスが近いのかなと思いましたですけれどもそれ以上に私は重要だと思いましたのはやはり私が求めているその音楽性その方向性というものにみんなも一緒に行きたいというその気持ちが伝わった頃であります個人的に私が小さい頃夢見ていたのは歌手になることでありましたそして私のの最初の音楽的経験 ととといいううものも子供のの子時から教会でで歌ったということでありますなので私は7歳の時からこの音楽と精神性そのつながりというものを非常に意識しておりましたそしてそういう意識のもとに作る音楽作り それが私のその音楽性の方向性と言ってもいいかもしれませんそしてやはりその中で私がいつも考えることは音楽家としてとにかく自分に素直でなければいけないそしてこのオーケストラというのは自分のそういう考えにあのついてきてくれるだろうと感じたのですこの音楽というものは常に美しい音でなければいけないし何か伝える中身がなければいけないそしてまた流れるように柔軟性を持っていなければいけない音楽です and in our first concert, we played um, ravel, so i needed a, a sensual sound, which they very nicely gave me. but we also played schoenberg piano concerto. and part of the other aspect of my musical experience uh, has been to see what you can do with making Programs that link all the type of repertoire that is available to us now together. And m many orchestras that I visited would not be very open to even Schoenberg, let alone anything later than Schoenberg. And this was not a theme at all. I need music to sound beautiful and say something no matter which epoch. And I need Schoenberg to sound the most romantic composer that ever lived. And they were able to give me that. So I hope this this is the reason why I have no fear about what we do in the future. It doesn't matter whether we end up playing Brahms or we end up playing Boulez. They will give me beautiful sounding music that has something to say. I'm sure of that. 私たちが最初に共演いたしましたコンサートではラベルが演奏されましたこの作品は官能的な音が必要でありましてオーケストラはそのまんま自分の求める音を出してくださいましたそしてその次がシェーンベルクのピアノ協奏曲であったのですな私の他の経験から言いますとやはりあのレコンサートの中で重要なのは私たちの目の前にあるさまざまなレパートリーをいかなか いかなる組み合わせで演奏できるかそれをいかに成功させられるかというのが重要になってきます他のオーケストラではやはりこのシェーンベルグそれか彼以降の方たちをコンサートプログラムに入れたがりませんですけれども私は常に音楽というのは美しくなければいけないそしてこのシェーンベルグを演奏するときにも最もロマンチックな音で演奏しなければいけないと思っておりますそしてこのオーケストラで見事そういう演奏をしてくれましたですから私たちのこのこ将来 私は恐れるものは何もないと思っています結果私たちはもしかしてブラームスにそうするかもしれないブレーズかもしれないですけれども美しい音で音楽を奏でてくれるオーケストラであるということは私は全く疑問あの心配しておりませんよろしいでしょうかありがとうございますその他ご質問のある方挙手お願いいたしますお願いいたします

先ほどからの能登さんの口からの「リスク」という言葉がたくさん出てきましたこの「リスクを取る」というのは能登さん自身のやはり音楽家としての方向性と非常に関わっている言葉かと思うんですけれども今後東京シンフォニーとどういうリスクを負っていくのかということはまだこれからかと思うのですがご参考までにこれまで「バンベルク」という歩みとの歩みの中でご自身がどういう挑戦をなさってそのリスクを取ってきて自分がどう成長したか

Repeating what we've done in the rehearsal. A rehearsal is to establish the framework in which we will improvise depending on the public, the hall, and how we feel on the night. So that's one element of risk, which meant that Bamberg had to get used to the fact that if we start a bar in one speed, it does not mean that we end the bar in the same speed. ままずそこで2点あると思います私の経験があるんですけれどもあの強い哲学を持っておりましてこのリハーサルというものはあのコンサートが行われるものの全く同じものをしていてはいけないということであります。ということはリハーサルというのはあくまでも枠組みでありましてその私たちはそのコンサートの時にはあのどういう調子なのかどういうホールなのかそしてまたどういうような気分なのかそれによって なので、石 OSOHAGIMENTATOKINO TEMPO がその石 OSOWARINO TEMPO とは限らない、それぐらい何を書くかわからないと言うんですけどもあります。And a second point:、uh, trust. If we play a program where we start with Ligeti's piece for a hundred metronomes and then we play, well, The example I can give is what we played, which was then uh, Bach, Kom Süße, Tod, Stokowski, but I could have done anything really, uh, Kinder, Tod, and Lieder, anything. That if the orchestra is going to sit on stage and listen to metronomes for 10 minutes, and the audience is also going to sit and listen to metronomes for 10 minutes, that what happens after the last metronome stops, and the silence that then happens before the next music. Has as much to do with music as what they play in the first note. ままず次にももう1点ありますけれどもこれは信頼だと思っていますこれはプログラム作りの上でとても重要でありまして例えばこれは実際にあったコンサートなんですけれども最初の,あの曲目がリゲティの「の100代のメトロノームのための曲」だったとしましょうでその後に確かバッハを演奏したと思うんですけれども最初にそのメトロノームの音だけを10分間あの楽団員たちも聴いています。 そして、聴衆の皆様もメトロノームを10分聴き続けるわけであります。で、最後のメトロノームの音が鳴り終わった後その後に静寂があります。ですけれども、この静寂というのは、次に続く音楽の最初の音と同じぐらい重要性を持っています。で音楽の一部分である、そういう信頼関係が必要になってきますそれでは続けてお願いします。 ノットさんは20年ぐらい前にフランクフルドのオペラでコレペティトールをされてたと思うんですがそしてあの新国立劇場東京のオペラハウスでは東京交響楽団はレギュララーーののピットトオーケストラですこれまでバンベル交響楽団との来日ではなかなかオペラティックなものを手掛けるというようなことは無理だったと思うんですけれども。 ご自身のそういった声格オペラでのご経験と、このオーケストラのピットでの経験を組み合わせて、えー、オペラをやるとか、あるいは新国立劇場のピットに、音楽監督が指揮して入ることがなぜか少ないので、この際それをやってみるとか、何かアイディアはあるでしょうか if we Playing opera with this orchestra here—it's a big, big mistake. I have spent half of my life playing opera. I think every orchestra ought to play it because it—it it shows them an ability and a type of music that they won't get from the symphonic repertoire. And you—you—you um, uh, <laughs> you, you give me an opportunity, I will go in the pit with. The <laughs> あの私が東京交響楽団と一緒に仕事をする上でオペラを振らないということがあったらそれは大きな間違いだと思っています私の人生の半分はオペラでありますし全てのオーケストラがやはりオペラを経験するべきだと思っていますこれは公共曲だけを演奏しているのとは違う他の要素というのは本当に学べるからでありますなので機会を与えてくださればぜひピットの中にも入って指揮をしたいと思っています。 we have performed, um, i think, concert performances of opera on eight or nine occasions, twice two different occasions, tristan, reingold, uh, siegfried. we've played this summer, last summer, uh, così fan tutte. Um, and next summer we will be playing an in incomplete ring in the luzern festival. I, I think it's very, very important that opera. Uh, every musician in Bamberg has has said to me what, what much fun it is playing opera, and, and a very good orchestra can accompany singers in such a way that the singers will feel um, really as though they can give of their best. I, I'm a great fan of opera. 私がバンブルグに,にあの就任いたしましてから12年経ちますけれども8回か9回コンサート形式ででもあのオペラの指揮をしておりますトリスタンやイゾールデ、えー、ラインの黄金・チークフリートもありましたそしてあの去年の夏はコシファントゥッテもありましたし来年はリング・チクルス全部をルセルンで演奏することになっておりますなのでこのオペラというものはあの楽団員たちも非常に楽しみにしておりましていいオーケストラが歌手の伴奏をするということは歌手も自分たちのベストが尽くせ すると感じるものなのであります。なので、これは本当に、あの、私自身もオペラが大好きであるということ、を皆様にお伝えしたいと思います。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、最後の質問とさせていただきますが、どなたか。ご質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。 あのフリーの山田とと申しますえっ、ー、前にあのインタビューさせていた時にあのノットさんにインタビューさせてた時にそのオペラと現代音楽日本柱っておっしゃってられたんですけどえっ、ー、と現代音楽の方は、えー、どういうことを考えてられますかあの東京国科学団はあの現代オペラとか年に 1, 1本の割合くらいで上演してられますけど何かこう現代オペラとかであの。 あの、the plans. We we just we just started talking, so plans are a little bit too soon. But um, I mean, recently I, I was with the Luzern Symphony Orchestra, who with I was chief chief conductor there. We had a, a, a premiere by uh, Japanese Ken, Kenji Sakai. I I would very much welcome world premieres. But I I really think that um, it's no longer for me a question of saying, are we going to play contemporary music? It, we play, everybody plays contemporary music. I, I can't imagine not playing it. The question is, which are the pieces that uh, will fit in? I would like to make a meta program. I need to have a concert ritual which will take us on a journey through all of these, whether it's Bach and, and Schoenberg, or whether it's, it doesn't really matter, there's many options of, of showing old and new, John Adams and Beethoven 7, it's, it's all possible. I, I cannot exist without playing contemporary music, and it's up to me to uh, work with the orchestra so that uh, we, we make it as, as natural, as it were were we going to play um, brahms one you know あのまだいろいろ話し合いが始まったばかりなのであの具体的なあの企画などというのはまだ申し上げることはできないのですけれどもあのつい最近あのルセルンの,あのオーケストラであの世界初演酒井健二さんの作品の世界初演をいたしましたなので私はこういう世界初演も素晴らしいことだと,と思っていますけれどもあのこれから現代音楽を取り上げるというような時代ではもうないと思うんです今すべての方たちが世界では現代音楽を取り上げています。そしてまた現代音楽を取り 取り上げないということは私は想像できません大きな問題というのはではどの音楽を取り上げるのかということでありますやはり私はこのコンサートというものは一つの旅一つの形式だと思っておりますのでそれが取り上げるのがバッハであってもシェンベルグ、ジョン・アダムス、ベイドベン何か分かりませんけれどもその中に うまく収まるようなあの作品をその都度かあの考えてい,いかなければいけないと思っています。現代音楽のない自分というものは考えられませんけれども、私はその現代音楽というものがブラームスの一番を取り上げるのと同じくらい自然なものであってもらいたいと思っています。よろしいでしょうか。ありがとうございます。えー、それではご質問の方は以上とさせていただき。 いただきまして、えー、それではご案内を少しさせていただきます、えー、東京公共楽団のプレスページではジョナサンノットのアーティスト写真をはじめ、えー、本日の会見写真も後日にはなりますが、えー、掲載いたします、えー、ご自由にダウンロードしていただきますのでぜひご利用ください、えー、ホームページのアドレスはお手元の資料最後のページにございますのでぜひご参照ください またジョナサン・ノットは就任前となる来シーズン2013年ですが10月にサントリーホール定期演奏会あと新潟リュートピアでの新潟定期演奏会に出演いたしますお手元の資料の中に本日できたばかりの次のシーズンの年間パンフレットがございますそちらもぜひご覧いただきましてどうぞご期待ください 以上をもちまして本日の会見とさせていただきまして、えー、最後に今一度写真撮影とさせていただき、引き続き会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました。